愛の歌が答えるように心の明かりが消えたの。ただ一度の人生を捧げた、さらば友よ、ドアに眠れ。青空は悲しい空、揺れる木漏れ日が切なくて、夏が来るたび秋と同じ風が通り過ぎていったよ。 Love me だ、見せるように笑おうとさよならをまた会うと約束をしいたね。何のために己をたたた、魂だけが帰り来るの。闇に飛び交う蛍に連れられ、君がいた気がする。生まれ変われたなら、また恋もするでしょ。いなき愛の地も安世に涙見せぬように笑おうてさよならを、夢あふる夜の中であれと祈り。で今日鳥の写真撮ろうと思って、あの公園散歩行くんですけど、まあ鳥がいないこと本当に前半ね、パシボソガラスしか見なかったんじゃねえから、もう本当にいなくてさ、鳴き声で言っても鳴き声だけで言ってもスズメとシジュウカラとホウジロウぐらい、うん、で姿はスズメすら見なかったってひどかった。ぐるーって練習回ってきたらね、まあ、いつもの大判が1羽いて、もう大判もさすがに毎日撮ってるなと思って、知ったらカルガモちゃんが、カルガモがいた、嬉しい。俺カルガモ見て喜んだら生まれて初めてじゃないかと思って、カルガモいた嬉しいっつって、一生懸命カルガモを撮って写真が撮るんですけどね、これ今日撮った中では一番良かったんじゃないかと思うんですけど、ね、まあ近く、あのキャッタリー多分3メートルぐらいだったんですけどね、顔の方まではある程度羽毛も見えて、まあ、改造してるっていうのがはっきり撮れても、ピントはまあ割と合ってるんじゃないかと思う。もうちょっと多分シャッタースピード上げれれば、またもっとこう、繊維の感じっていうかね、羽毛の感じなんかも撮れるんじゃないかな。結構曇りだったから、その辺が若干条件が良くなかったかもしれませんけども、でなんだろう、反省点っていうかさ、俺さ構図的に言うとさ、多分ここがすごい窮屈で、後で見返して思ったのが、上がすごい窮屈だなと思う。もうちょっとこの辺余裕あった方がいいのかなと思って、なんでそうなったのかなって考えた時に、距離が近すぎるから3メートルぐらいで撮ってるんですけど、撮りからのとさ、やっぱこう見下ろして撮る形になるから、どうしてもこうなっちゃうっていう、うん、角度がね見下ろす形になっちゃうっていうのが一つと、であと水面なんで、あの影が映るんで、これ入れようと思った時に下にボリュームっていうかね、あの空間作っちゃうから上が狭くなっちゃうみたいなことが
あるんだなって後で気がついたんですけどね。だからそれ対策っていうか、で今度やるときはまずそのぐらい3メートルとか5メートルぐらいだったら一旦しゃがんで撮るとまたこの辺のね空間ができるかなっていうのが一個と、あと縦構図みたいな、ここあ縦にしてここにもうちょっと空間も作るみたいなこともやってもいいのかなと思いました。だからこの次、まあ同じ条件で多分撮れることも、カルガモとかでサラカルトだとまた同じ条件で撮れることもあると思うんで、その時また今の2つね、しゃがんで撮ってもいいんじゃないかっていうのと、縦に構えて撮ってもいいんじゃないか、それをちょっと試してみようかなと思いました。どんどんねまたいい写真が撮れるようになるといいなと思います。